血汚れをつけたままにしておくと、もう塗装自体がなんか変化しちゃってですね。でね、早く洗うコツはね、この時にスポンジをね、早く動かすと早くなります。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ビューティフルカーズ洗車チャンネルの村上敦史です。ゆうきです。はい、今日はですね、はい、こちら私の確かにリアルやつを洗うという動画ですね。はい、はい、いつも通りなんですけれども今日の洗う目的ですね、はい、洗う目的はですね、これ秋田から今回埼玉まで走ってきました。はい、600キロぐらい走ってきたんですね、はい、でちょっと虫がねついています。どう、はい、ドアミラーもね虫がついています。 すごいですね。はい、それで、これまたね明後日かな、はい、往復600キロぐらい新潟までここから出張に行くんですよ。はい、多分来週ほなまた愛知まで、はい、出張に行くんですよ。なので虫をつけたまんまにしとくと、虫ってね、塗装にすごい悪影響があるので、はい、虫を取っておきたいと、はい、でもまたあさって600キロぐらい走るので、かっちりきれいにするというよりかはもうさっと洗って虫を取るというのが目的です。はい。という洗車をやってきます。はい、お願いします。なので3、40分ぐらいでささっと洗えたらいいなと思っています。はい。はい、私自身の愛車なので、毎回パチッと洗うんではなくて、こういうふうに、ね、虫がついたらちょっと洗うみたいなお手入れ、参考になると思いますので、ぜひ参考にしてください。はい。使うものの説明です。はい、これはですね、ビューティフルカーズのオンラインショップで販売しているビューティフルカーズの洗車用品なんですけれども、はい、今日、まあ、おそらく使うのはこの中のカーシャンプー、カーシャンプーですね。そして虫がついちゃってるので、はい、虫を落とす洗剤、この虫汚れリムーバーってあるんですけれども、はい、まだついたばっかりなんですよ。昨日走ってきたんで、はい、ついたばっかりだとですね、このコロイド洗浄剤に落ちます。落ちると思うので、はい、今回はこっちを使います。でこれでも落ちなかったらこっちを使います。はい、なんでこっちを先に使うのって言ったら、こっちの方が、まあ、こっちもね塗装に優しいんですけど、はい、こっちの方がより塗装に優しいので、あとこっち少し界面活性剤が多く入ってるので、はい、なんか流した時に界面活性剤が残った跡がついたりするんですよ。なのでこっちで落ちたらこっちの方が楽なので、そうですね、こっちで洗います。そしてあとはイージーグロスコートナノ、はい、拭き上げの時に使うと汚れがつきにくくなるコーティング剤です。はい、イージーグロスコートプラスって言って、その上に使うコーティング剤もあるんですけど、今日はささっと洗うのが目的なので、なので終わる予定です。はい、はい、そしてスポンジ、はい、クロスカットが入っていてですね、このクロスカットの中に砂を、傷の原因になる、洗車傷の原因になる砂を取り込んでくれて、すごい傷つきにくいスポンジです。はい、これね、何とも伝わりにくいんですけどね、こう使うとね、皆さんに大好評なんですこのシャンプーとの組み合わせがとっても滑らかに洗い上げることができるスポンジです。はい、そしてあとはマイクロファイバークロスですね。はい、この縁のないマイクロファイバークロスと、あと虫とか落とす時の小さいマイクロファイバークロスです。あとはコストコのマイクロファイバークロスも一応用意しておきます。そしてもう手袋してますけど、ニトリルのゴム手袋、はい、100枚入り、これはワークマンさんで売ってるけど、これワークマン製じゃないんだね、今初めて気がつきました株式会社ウィードって書いてます、ね、ここに来て、はい、これ結構ねいいんですよ。はい、はい、そして浄水器と高圧洗浄機とホースリールですね。はい、はい、ご自宅で洗車する方はこれがあるととっても便利です。はい、で浄水器というのは水道水の中からシミの、乾いた時にシミになる原因になるミネラル分を除去してくれる装置です。はい、なので浄水がね、高圧洗浄機やホースリールから出てくるので、まあ、拭き上げの時に水滴が残っても跡にならないとかね、まあ、部分洗い、例えば虫だけ洗うみたいなことも実は浄水使えば可能になります。はい、
でこちらが今販売している純石、はい、グリーンライフさんが製造していて、ビューティフルカーズが監修させてもらった純石ピアニッシュプロという純石です。でこちらはもともとビューティフルカーズが製造販売していたビューティフルカーズのオリジナル純石、はい、今回は、ね、2台つないでます。まあ、2台つなぐ必要ないんですけど、今は2台つないでます。1台目こちらに水が入ってここから出てこっちに入ってきます。もしピアニッシュプロだけ買われている方は付属のメーターがついているので、それにここから出てきている水を汲んで測っていただければ大丈夫です。はい、はい、そして、まあ、あのうちの場合はですね、この蛇口が2つあって、水道水っていう方を開けておくと高圧洗浄機に水道水、そしてこっちのホースリールに水道水、はい、水道水を閉めて純水って方を開けると、もう純水器を通った水が高圧洗浄機に入ると、純水器を通った水がここから分かれてこちらのホースリールにも来るというふうに、はい、水道水と純水を使い分けられるようにしています。はい、以上です。はい、はい、じゃあ洗っていきますね。はい、今52分です。2分だからね、30分ぐらいで洗い終わったらいいですね。そうですね、はい、で今日はね、ホイールは洗わないです。だってまたね、はい、あの長距離走りますから、その後にまとめて走り、ね、洗いますね。でまずはですね、水道水で、はい、高圧洗浄機であの流していきます。虫もね、はい、だいぶ高圧洗浄機で落ちると思いますんで、流していきます、はい。結構もうね、黒いのバーッと流れてきたよね。そうですね、高圧洗浄機、ま、あの下地にイージーグロスコート7とかプラスを普段使ってるので、高圧洗浄機かけるだけでもだいぶ落ちてくるんですよね。あの横も今泥跳ね上がってるじゃないですか。はい、この辺ありますね。結構綺麗になるんじゃないかなと思います。綺麗になるでしょ。綺麗になりましたね。そうですね、まあ、普段からこまめに洗ってるんで固着してないんですよ、はい、汚れがね、はい、でそのこれを流してからあの洗ってあげた方が、泥って細かい砂で、砂って石ですから、はい、傷つけちゃいますので、こう流しておいた方が傷つかなくなるということですね。はい、虫は水でふやけた方が取れやすくなりますからね、はい、一発で落とすというよりかは虫水でふやかしながら勢いでも落とすと。今日ちょうど雨が降ってて、さっきお買い物で雨の中走ったんで、なおさらいいですよね、ふやけて、はい。で虫を落とすとき、はい、まっすぐやらないで、まっすぐやるとね、すごい勢いなので塗装が剥げたりね、この中のこうラジエーターみたいなこういうフィンを壊したりしちゃうんで、はい、横から当てると虫だけ飛んできますからね。で今一回水をかけてふやかしたんですよ、はい、ふやけた上で横から当てていきますね。
こんな感じで だいぶ飛びますよね。はい、もっとやりたいんですけどね、もうなんか僕のやつこの中にいっぱいっすね、あのフィンがありすぎてね、もうこれ横からやっても危ないから手加減しておきます。そしたらシャンプー作るんですけど、はい、その前にコロイド洗浄剤をです、はい、ちょっとかけてきましたね。虫がね落ちやすいようにかけてきます。さらにふやかす感じですかね。そうね、洗剤の力でね。でこれこう横に振ってるのがね、はい、洗剤節約するコツですよ。あの一箇所にやるとここブシュッと一箇所にしかつかない。そうですね。こうすると広い範囲につけますからね。キャンプで作ります。はい。水道水ですね。シャンプーをね、はい、15リットルのバケツに2周ぐらいですね、はい、出します。そして水を入れて、その後ジェットで泡立てて、はい、でこれぐらい泡が立ったらまたシャワーにして水をしっかり入れていきます。はい、7対3ぐらいで水が入るようにしてください。15リットルなのでまあ、9リットルか10リットルぐらい、ね、水が入る感じです。このカーシャンプーは300倍ぐらいがちょうどいいです。100倍から400倍で使えるんですけど、おすすめは300倍ぐらいです。なので30ミリリットルぐらい入れて9リットルで薄めると300倍です。はい、大体2周ぐるぐるっと入れると30ミリリットルぐらいなはずです。はい、でしっかりと水も入りました。そしたらこのスポンジ使って洗っていきます。はい、よし、洗う順番はね、洗う順番は僕のおすすめは左の後ろから、左の後ろのルー屋根からです。はい、はい、ボンネットからっていうのがね、あの基本中の基本なんですけど、はい、ボンネットからこう場面先に洗うとね、なんかボンネット洗って後ろに行ってまたボンネット洗ってみたいにちょっと一周くるっと洗えないので、いろいろ僕がどうやったら早く洗えるかを考えたら左の後ろがいいっていうことが分かりました。右後ろだと逆にどうなるんですか？逆回りになるだけです。あ、なるほど。そこまで大きな大差は、はい、逆回りになります。まあ、ただここの環境的には左後ろの方が、そうですね、あと何でしょう、僕が右利きだからこっちに回れた方がやりやすいのかな。確かにそれもそうですよね。はい、でね、この車の洗車はですね、はい、基本水をかけて、はい、スポンジで洗って、で、まあ、水ですすぐ、まあ、純水ですすぐ、はい、以上で、あとはまあ拭き上げるならば拭き上げで、コーティング剤はい、使いながら拭き上げる、もうそれだけですから、それだけ簡単ですね。簡単なんです。だから今水かけたでしょ、はい、だからあと今スポンジで撫でると。はい、ゴシゴシね、ゴシゴシ洗わなくていいんです。このついてる砂とかそういうスポンジで撫でたら汚れるその異物をね寄せてあげるだけでいいんです。スポンジでゴシゴシこすって汚れをこすり落とすんじゃなくて、スポンジは汚れを寄せてあげるだけです。はい、それを覚えてください。なので力は入れず優しく撫でる。それで取れない汚れは、それで取れてない汚れはこの後水で吸いだ後にもし取れてなかったら、その汚れに合った洗剤をかけてマイクロファイバークロスで撫でて落とします。はい、するときはスポンジでゴシゴシこするんじゃなくて、洗剤かけて汚れを溶かした後にマイクロファイバークロスで優しく撫でると。
いう落とし方ですよ。まあやっぱり普段のお掃除だとゴシゴシしちゃいがちですからね。そうなんですよ。この前久しぶりにですね、はい、ガソリンスタンドでですね、はい、なんか洗車機の行列をこう見てたんですよ僕、はい、それでみんな洗車機終わった後ね、なんか一生懸命拭いたり何かやってるわけなんだけど、はい、とにかくゴシ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 してんのみんなもうゴシゴシ擦るのがこうなんか車を磨くってことになるのかな、まあ、こうやって、まあ、こうやってなんかね愛情を込めてる感じがしますよね。そうじゃないんです、はい、塗装面がデリケートだとはやっぱ思われてないんでしょうね。あ、そう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 、塗装面ね、塗装面デリケートなんです、はい、塗装面っていうのはねすごく柔らかいんです。みんなね硬いと思ってるみたいですね。なんか鉄板だからなんですか。まあそういう印象はやっぱある。車って硬いですからね基本。なるほどね。そうそう、あの塗装はねその鉄板とかアルミとかね樹脂のパネルを塗ってますから、塗装自体は樹脂なんですよ。だからこのメガネのね、はい、表面なんかよりよっぽど柔らかいですから。メガネもこう樹脂レンズなんで柔らかいんですけど、一応メガネって表面にハードコーティングされてるんですけど、塗装の表面ってハードコーティングされてないですからね、はい、でここはバンパーは最後に洗う。そうですね。でね、早く洗うコツはね、この時にスポンジをね早く動かすと早くなりますよここね、ゆっくりスポンジを動かしても別に、ね、あんま意味ないんですよ、まあ確かにないですね。特に最近僕の中でね、ここをいかに早く動かすかがね、はい、あの肝になってます。ちょっとチャレンジしてるの。なんか今までなんとなくゆっくり動かしてたんだけど、もうちょっと早く動かしたら良いんじゃねえと思ってですね、はい、早く動かします。ただ早く動かすからって力は入れてないんですよ。いいですか。力をね、こう圧力は上げてないんですよ。優しく手際よく。そう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 、この押さえてる力は優しいんだけど動きを速くしてるんですよ。だってこのねすっごい滑らかに動くんですけど、このシャンプーとスポンジの効果でね、はい、もう滑らかに早く横に動かしてずらしてあげたら、虫もね大体落ちるけど全部は落ちてないんですけど、はい、もう全部落ちてないなら後でそのさっき言ったみたいにクロス使って落とすので、今無理して落とさない。虫がね、こう取れてくる。取れてますね。で、虫洗ってね、こう虫が残ってない、なるべく残ってない状態で洗いますよ、はい、ただ少しぐらい残すのもね、この歯虫、別に歯虫はね、そんなガチガチに硬くないのでね、はい、あの石、砂とかと違いますからね、少しぐらいスポンジに残っててもまあ大丈夫ですよ。歯虫はね、羽の虫はね、小さい虫はね、大きい虫となるとさすがにちょっと、そう、もうなんか硬い殻があるカナブンみたいなのがべちゃっとなってる時はね、気をつけてその殻をちゃんと除去しましょう。硬いですからね。よいしょ。で、もともとねさっきほらコロイド洗浄剤かけてたから、ほとんど実はほとんど取れちゃいましたね。そうですね。ちょっと残してるところがミスですね。取れないから、取れないのは、まあ、無理をしない、無理しないと、無理しないと。一度にやっぱ皆さんやろうとしますからね。そう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 、もう気になったらなんかその時落としたくなるじゃないですか、ゴシゴシと。そうですね、それが傷つけちゃうんですよ。あの塗装に傷つけたらね、磨くしか元に戻す方法ないですから、傷つけないのが一番ですよ。で、磨いてもあの塗装薄くなっちゃいますからね。そうですね、塗装って厚さが 0.1 ミリしかないんですよ、全部で。はい、全部の厚さが。で、塗装って下塗りがあって、中塗りがあって、上塗りがあって、で、上塗りの中にもクリアっていうのがあるから、その全部が合わさって 0.1 ミリしかないので、あの本当に表面のクリア塗装っていうのはもう 0.02 ミリとか 0.03 ミリとかしか多分ないわけで、はい、気軽に磨いてたらなくなってしまいますからね。まあそうですね、はい、さあこれでもうね、はい、あれ終わった。ここまで早いんですよ、全然ね。まだそう15分ぐらいです。そう、とりあえず流す、あの撫でればいいんです。はい、
でここから純水に切り替えてこの純水ですすぎます、はい、この泡をね純水ですすいであげます。もうそしたらあとねゆっくりですよ。これ水道水しかない人は水道水ですすいだ後に乾かさないように、はい、急いで全部拭き上げないとご家庭の水回りのね流しとかシンクに水染みあるじゃないですか。あります、ね、そういう風になっちゃうんですけど純水だったらもう流しちゃったらあとのんびりできますよ。今ここについてたのも取れたでしょ。取れましたね。だんだんふやけてきてるからどんどん取れやすくなるんですよ。はい。なので一回で無理しないでこうふやけたかなと思ったらまた当ててみると取れますからね。はい。はい。そしてですね、はい、虫汚れはね、はい、意外と厄介なんですよ、はい、虫って虫の体液じゃないですか。生き物の体液だから。そうですね。なんかいろんなものが含まれててですね、はい、虫汚れをつけたままにしておくともう塗装自体がなんか変化しちゃってですね、はい、まあ、跡になっちゃうんですよ。取って虫を取っても塗装に跡がついちゃうんです。でも白いところはまあ目立たないんだけどこういう黒いところとかは意外とその跡が残っちゃったりするんです、はいはい、で最初に虫を落としたくて最初の状態でね一生懸命虫を取ろうとするとさっき言った通り砂の汚れがついてるでしょ、はい、で砂って石だから小さい石だから砂をこするとヤスリがけしてるみたいでどんどん傷ついちゃうんです、はい、で今シャンプーで洗ったから砂がないんですよ。この状態だと傷がつきにくいんですよ。なのでこの状態にしてから虫がもう落ちたかどうかを見て落ちてなかったら洗剤をかけてマイクロファイバークロスで。マイクロファイバークロスってこう汚れをかき取る効果があるんですよ傷をつけずに、はい、なのでその洗剤とマイクロファイバークロスで慣れてあげると残った虫が取れると。はい、最初にやるんじゃなくてもうこの状態まで持ってきてからやるというのがポイントです。こういうふうなね、
ちょっと残ってるところに虫よぐれリムーバーをちょっとかけてあげて、あとは優しく撫でると、ほら、ね、簡単に取れると。で砂もついてないんで、はい、傷がつかないと。で今ここに虫がついてますから、はい、ここで洗ってあげるわけね。でこう見て虫が残ってたらそこをやってあげるんだけど、あ、ちょっと残ってる、ほとんど落ちちゃってるんですよね、さっきコロイド洗浄剤かけて洗ったから。で力を入れないで優しく撫でてあげるとですね。もう全然綺麗になっちゃった。あとここもね、黒は特に汚れが目立ちますからね。そうですね。あとはちょっと窓ガラスもいっぱい虫ついてたんで、はい、あ、窓ガラスはね、窓ガラスは結構こすって良いので、力入れてこすって良いので、まあ傷がそこまで、そうそう、窓ガラスは硬いんで、あの塗装面と違って傷が つかない、つきにくいので。そうですね。ちょっとこのままこうこすって、はい、こんな感じ。全然、はい、全然ね、こっちも汚れないですよ。汚れてないですね、はい、ちょっとね、洗剤の特性上この泡が全然消えないですよ、泡が、はい、なのでコロイド洗浄剤で落ちるなら僕はコロイド洗浄剤で落とした方がいいと思います、はい、洗剤も安いしね、コロイド洗浄剤の方が。そうですね、はい、そしたら今の虫汚れリムーバーを流します、はい、ちょっと高圧洗浄機でもいいんですけど、こっち使って流します、ね、ちょっとあんまり早くなくなっちゃった。よくね、高圧洗浄機、これ、はい、業務用の高圧洗浄機使ってるんですごい長いじゃないですか。そうです、ね、ガンが。で、動画見てる人からガン長すぎませんみたいな、ショートノズル使わないんですかみたいな、あの来ますよね、コメントをたまにもらうんですけど、あの僕もですね、飽きたで洗ってると、いや、いらないですって言ってるわけです、はい、なぜなら長いのにも理由があってね長いことによってこうテコの原理でこう軽い力であのコントロールできるわけね、はい、だから長い理由がある、から長くなってるんですよ。ただここ狭いんで、飽きたと違って、はい、あのここにこう入らないんですよね、ガンが引っかかって。なのでここだったらショートガンあった方が良いなと思いましたよ、はい、ここ流せなかったから今これ使って流してます。この辺ね、しっかり、うん、動画撮って説明しながら洗うと全然早く洗えないねまあ普段一人で洗ってたら喋らないですから、ね、そうそう、喋らないんでね。はい、で純水使って洗う、はい、いいところはね、ドアを開けた中をね、はい、洗わなくてもいいってことなんですよ。ちょっと拭かなくてもいいってか、ちょっといいですか、はい、今ね、外側洗ったんだけど、こんなに水が入っちゃってるでしょ。入ってますね。入っちゃってるでしょ。でこれが水道水だったら拭かないとシミになるわけ、はい、でもこれを拭くってことはここ洗ってないじゃないですか。そうです、ね、だからさっきの原理でここについてる砂を引っ張るから、ここに傷がつくわけ、はい、洗車傷が。でここがどんどんなんて艶消しみたいになっていくわけ、はい、見た目も良くなくなるし、汚れもつきやすくなるわけ。でも純水だと別にシミにならないわけだから、はい、あの拭かなくて良いわけです。だからそこに傷もついていかないし、傷んでもいかないから、まあ、こうやって純水で流してさえあげれば全然、ここ泡が入っちょっと入るからね、今流したんですけどね、はい、それで触らなくて良いので、あの急いで洗いたいときにその
ステップを洗ったり拭いたりしなくていいんです。純水使ってなかったらどうしても拭かなきゃいけないんだけど、拭くということは傷がついちゃうってことだから、純水使うと傷もつかずに拭きもせず維持ができて楽ですと、はい、いうことです。もう純水のない洗車なんて考えられませんね。そうですね。こちらバカ売れです作っても作っても全部売れちゃうんで在庫切れになっててすみません。29,480円税込み、はい。ビューティフルカーズ公式のオンラインショップと、まあ、楽天市場の中のビューティフルカーズのショップがあるんですけど、はい、両方で販売したらですね、まあ、両方ともで買っていただいたんですけど、楽天の方だけでもですね、はい、楽天で車のメンテナンス用品部門で1位デイリーランキング1位を3日連続獲得しましたなんで3日で終わったかというと売り切れたからです。あ、はい、でも大変です。3日続くって相当だと思いますけどね。相当です。相当なんです。あとは売り切れちゃったから1位じゃなくなりましたまあ、今後まだ 手元にない方にはぜひ買っていただきたいものですね。そうですね、だいたい毎月ですね、はい、600台から、はい、まあ、できれば1000台ぐらいですね、ビューティフルカーズにメーカーさんから仕入れる予定ですので、どんどん皆さん買ってくださいそしたら拭いていきます。はい、マイクロファイバークロスをね、今みたいに純水でちょっと濡らして、はい、で、この上の水をですね、少し間引いてあげます、はい、はい、そしたらイージーグロスコートナノでですね、はい、拭き上げしていきます。イージーグロスコートナノをよく振って、はい、シュッと最初は2プッシュ、はい、そして拭く、そしたら絞ってもう一回撫でる。そうするとムラになりにくいです。はい、次からは1プッシュ拭く、絞る、撫でる、以上、うん、誰でもできますね。誰でもできます。またワンプッシュ、そして拭く。ガラスもいいですし、こういうゴムのパーツも使って大丈夫です。はい、このコーティング剤は、はい、ナノ化されたコーティング成分と、はい、あとはナノダイヤモンドっていう直径がとっても小さいダイヤモンドの粒子ですね、はい、まあ、インフルエンザウイルスの数倍ぐらいの大きさのちっちゃいダイヤモンド粒子ですね。そうですね、が入ってましてですね、塗装面の汚れとかをですね除去しながらですね、汚れがつきにくいように表面をコーティングしてくれる優れものです。そうですね、めちゃくちゃ優れてますよ、ね、そうです。そしてがっちり表面を何ヶ月も保護するとかじゃなくてですね、はい、なんとなく1ヶ月ぐらいでこう汚れや雨とかと一緒にね、はい、落ちていってくれますし、まあ、落ちてないにしても次イージーグロスコートナノを塗ったら勝手に入れ替わる、全然蓄積して悪い害を及ぼすものではありません。はい、はい、この車僕の愛車で、この前1回目の車検取ったんでもう3年経つんですけど、はい、こちら実はビューティフルカーズのお店のコーティングはしておりません。そうですね、はい、このイージーグロスコートナノと、あとはナノの上に追加しても使うことができる、追加して使うことができるイージーグロスコートプラスという商品があってですね、はい、それしか使ってません。もう新車の時からずっとですもんね。ずっとです。
もう3年経つんですけど、3年経ったという自覚がないぐらいに切れてます。パッと見まだ納車されたてみたいな。本当ね、そうなんです。すごい使いやすいと思いますよ。まあ現に女性のお客様もいらっしゃいますからね。そうです。女性がご家庭で自分のお車を洗ってでできてるわけですから。そうですよ、私の妻もですね使ってますよ。まあだからはっきり言ったらもう要は洗車する体力さえあれば誰でもできる。誰でもできますね。難しいことはないです。で汚れをつきにくくしてくれるので、こう今花粉の時期なんですけどね。そうですね、花粉を洗ってで洗って拭くだけじゃなくて、このイージーグロスコートなのを使って拭いてあげておくと、の花粉もですねシミに、ね、なりにくいです。こびりつきにくくなります。なので僕の妻がねこの前自分で車を洗ったと、はい、花粉まみれで嫌だから洗ったと、はい、ちょっと時間がなかったから洗っただけで洗ただ洗ってきたってということですね。あの純粋だから、まあ、洗えば終われるんですよ。そうですね、ただ洗ったって言ってたんで、ああ花粉の時期だったらイージーグロスコタナの使って拭いてあげたら花粉つきにくかったのにって言ったら、えっって言って、あの数日後にちゃんとイージーグロスコタナので拭いたよって言ってました。これだけですからね、はい、でまたシュッとやって、ね、で絞って優しく慣れてあげると。本当に力入れてないですからね。もう特別な道具も必要ないですからね。そうです。で早くやるんだったらこう手を早く動かせばいいんです。ただそれだけなの。スポンジと同じですね。そうなの。で今基本に忠実にちょっと今までやってて、こうなんだろう、シュッとやって塗って、はい、で絞って撫でてってやってたんでちょっと遅かったんですけど、こう2パネルとか行ってもいいですからね。シュッてやって塗って、またシュッてやって塗って絞って、その2回2パネル分というかね、その2回分を一気にムラ取りしてもいいですからね。あ、まあ、例えばこっちでやってみましょうか。はい、シュッとやって、はい、ここやりますよね。やりますね。あれちなみにちょっとこの辺って汚れやすいんで、こうちょっと足してあげてもいいですからね。はい、でまたここにシュッとやってね、はい、こっちもやっちゃうと。マイクロファイバークロスの吸水力ってあるから、ここまだ吸水できて、ここちょっとシュッとやってね、こう吸水できちゃうわけ。こうやってね、できますね。なんならもう一回シュッとやって、ここもね、こうこうしちゃうわけ。側面終わりますね。終わってるわけ で、ここで、はい、初めて絞って、あとはムラ取りで撫でてあげると。それでいいですからね。まあ、こうするとどんどん洗車の時間も短くなってきますね。クロス持ち替えて絞るのが割と時間のロスになるんでね。そうですね、はい、でまたシュッとやって、この辺をなんでこの辺はこうシュッとやってね、全部バンパーを拭いちゃってから全体的にムラ取りすればいいですよ。はい、ほら虫が、あ、これちょっと硬そう。硬そうです、ね、硬そう。ちょっとじゃあ面を変えます。はい、はい、今ずっと同じ面でやってたんだけど、初めて虫がつきました。はい、まあ、じゃあ2プッシュ面変えたから、でその虫が今取れたのはこうやってね、マイクロファイバークロスってこう拭き取り効果が高いんで、この時にも取れるってことですよ。こうやってそしてムラを取ると。はい、で純水使ってるから、こういう細かいところの水を完璧に取らなくて良いんですよ。シミにならないですもんね。こういうところのシミ、あのね、水を完璧に取らなくても。で時間があれば、はい、最後にね、今バンパーも後ろのバンパーも残ってるんで、はい、最後に
クロスでこういうところをこうちゃんとエッジグロスコートなどをつけてこうやって拭いてあげると、まあ、ここの汚れも取れるので、はい、より綺麗になるわけです。本当に時間がある時とかにこう何でしょう、じっくりじっくりね、こう心をこう清める感じでなんて言うんだっけ、ウェルビーイングな感じでねこうやっていただければいいですけど、時間がない時はですね別にねこんな感じで大丈夫ですからね、はい、ただ水道水だなんてダメなんですよ。そうです、ね、全部拭かないとシミになっちゃうんで拭いたりね、エアブローで飛ばしたりね、いろんなことをしなきゃいけませんよ。特にこの車ここつや消しなんでねもうシミになったら磨くわけにもいきませんからね。そして後ろ、いやー楽ちん。この車サーキットもね走ってますからね、走ってますしね、このつや消しなんですよこれ、ファーストエディションだから、はい、ここら辺も全部つや消しなわけ。もうつや消しだから何かあったら磨けばいいってわけにもいかないですよね、つや消し部品って磨くとつやが出ちゃうからなんですが、楽でしょ。楽ですね、というか綺麗ですね綺麗だよね。やっぱ3年目とは思えないですねまあそうね、まあ、あんまり走ってないんですけどね、1万5000キロぐらいしか走ってないですからね。はい、そして、はい、窓だね。で窓はね違うクロスで拭きます。はい、なぜかというとワイパーに砂がすごい溜まってるじゃないですか。溜まってます、ね、ワイパーって汚れた窓を拭きますからね。はい、でそれをあのボディに使ってるクロスで拭くとね、そのクロスを洗濯して使ったとしてもですね、はい、そのクロスの繊維の間にねその砂が入ってますと、はい、次ボディに使った時に傷の原因になっちゃうんで分けてます、はい、でこれもねシュッとやってね、フロントガラスでさえねイージーグロスコートなどを使えばいいです、使っていいんですよ。でこの時にこう拭けばもう虫が残ってれば分かりますからね、まあ、残ってたらガラスなんでイージーグロスコートなどつけたらこれでゴシゴシやれば取れます万能ですからね。でこのゴムもねこう拭いてあげておいてください。はい、そうするとねあのゴムの砂も今取っちゃうとね、はい、ガラスにワイパー傷つくことも防げますからね、はい、ガラスってワイパーの通った後に結構傷ついてるじゃないですか。そうですね、であれなすごい見えにくいんですよね。はい、つかないんですよ。つかないのはなぜかといったらちゃんとここでこうゴムを毎回きれいにして砂が溜めてないから、ね、はい、このゴム拭くとね、まあ、今でも黒いですけどもっと普通ギトギトになるんですけど、そうです、ね、意外とならない。それは多分イージーグロスコートなのつけたクロスで毎回拭いてるからですねでこの辺のカウルトップもねイージーグロスコートなのもつけたクロスで、こういうところはちょっと強めに拭いてあげるとあの水しみとか、そうです、この樹脂の表面のザラザラの中の汚れが取れますからね、はい、きれいに保つことができますよ。はい、こんな感じですかね。いやー綺麗ですね。はい、うん、ここもまあまあ綺麗になりましたね。はい、はい、結局まあまあ時間がかかってしまいましたでも40分ですから、これ40分ですね、説明しながらで、はい、すっきりした、僕自身がすっきり気分良くなりました綺麗になりました。綺麗ですね、いいですね、とてもいい。東北道ですね、はい、あのなんていうかな、関東に入った時栃木県とかかな、はい、130キロ制限なんですよ。ああそうですね、そうそうそう、まあそうするとまあプラス10キロぐらいまで大丈夫だから、そうです、ね、まあ、140近い速度で走ってくるわけなんですけど、はい、なんで虫がいっぱい出ちゃったんですけどあの、ね、なのでねやっぱそれぐらいスピード出して虫が当たるとこういうね黒い部分ってこう虫のねもう虫が弾丸みたいに当たるんだよね、はい、虫の跡というか虫の傷がつくんですよ、ね、
ちょっとついてるから無傷じゃないんですけど、はい、でもまあこうやってね、しかもついてすぐ落とすと綺麗になりますと、はい、いうことです。参考になりましたか？分かりやすいですよね。その血がついたらやっぱすぐ汚れを落としてあげる必要性と、そうですね、流水使って洗えると、まあなんか細かいところ拭いたりもしなくていいから、はい、割とちゃんと虫を落として全部にコーティングやり直したんだけど、説明しながら40分、説明してなかったら多分30分ぐらい、そうです、ね、そう、そしてまたね、あさってね、この新潟までね、はい、あの出張に行くんですけど、また虫がつくんですけど、つけたまんまにしといてね、さっきのそのまま行って戻ってきたら、もう虫がなおさらこびりついちゃうじゃないですか、はい、一回ジグロスコットなのを今ここで補充しておいて、虫は落として、それから行くとまた行って帰ってきたらすぐ落ちますから、はい、はい、そしてさらに虫をつけたくなかったら、イージーグロスコットプラスをですね、重ね施工するとなおいいですよ、はい、それはまた別の動画で簡単なんでご紹介しますね、はい、はい、では今日の動画面白かった、参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価と通知の方をお願いします。コメントも全部読んでますのでお待ちしております。ではまた次の動画も楽しみにしてください。